皆さん、こんにちは。今あなたに恋人ではないけど仲良くしている女性はいますか？彼女はいつもどんな感じであなたに接してますか？女性の多くは男性のことが好きと確信していても自分から告白しようとは考えません。お互いが恋愛対象になったら男性の方からアプローチをするものだと信じているからです。だから女性は男性からの告白をひたすら待っているのです。でもただ黙って待っているわけではありません。女性は男性が告白しやすいようにいろいろとサインを送っているんですよ。時々男性はその行動によっては訳がわからないぞと困惑するかもしれません。女性はなんとかあなたから告らせようとアプローチ全開なんです。そんな彼女の気持ちをすぐにキャッチして仲良しさんから恋人への階段へ一歩前進、踏み出してみませんか？それでは早く告白されたい女性が出してくるサインを8つ紹介していきますのでご覧くださいね。1、言葉で表す脈ありのサイン。女性は好きな人に早く気づいてもらおうと脈ありなサインを言葉に出します。私、あなたのことが好き。だから告ってくれるなら今だよ。とわかる。でも遠回しな言葉であなたにアプローチしてくるんですね。あなたが告白してくれたらすぐに OK だよって言っているのです。これが脈ありサインです。例えば、私も早く彼氏が欲しいなとか、私たちって気が合うと思わないとか、私たちって周りから見たらどんな感じだと思われてるかななど、彼女の言葉であなたの反応を待っているんですよ。あなたがあまりピンときていないなら、また彼女は次の一手を打ってくるのです。あなただから彼女は何度でもアピールしてくるのです。ここかなと思ったら、じゃあ付き合っちゃうってさらっと言ってみてはいかがでしょうか。2、二人きりの時間を作りたがる。女性は早く男性から告白されたいと願っています。女性は告白されるようなシチュエーションを作りたいと二人きりになる時間を作りたがるのです。ね、あそこにおしゃれなカフェができたんだ、今度一緒に行こうよとか、今度ドライブで遠出しようとか、夜景見に行きたいから連れてってとか、彼女はあなたにいろいろとおねだりしてきます。あなたが告白したいと思うような雰囲気のいい場所に誘いたいのです。そんな感じで彼女に誘われたら告白してねという印ですから、彼女が行きたい場所で雰囲気が盛り上がってきたら愛の言葉をささやいてみてください。彼女にとっての記念日になるはずですよ。3、ボディタッチが多い。好きな男性から告白されたい女性はボディタッチが多くなってきますね。ボディタッチをするのは男性に好きだよという気持ちを伝えたいという心理が働くからです。あなたに触れたい、あなたに心を許しているよ、分かってほしいとアピールしているのです。ボディタッチしたいのは大好きな人にそっと触れて安心したい、または彼に触ってドキドキしたいのです。女性の中には誰でも気軽にボディタッチをしながら話してくるタイプもありますが、普段は男性の体に気やすく触れない女性があなたにだけボディタッチをしてきたら、これは私の気持ちに気づいてサイン。彼女はボディタッチをすることであなたへの好意を表しているのです。だから触れられたら照れながらでもいいので、彼女の手を握って気持ちを伝えてみましょう。4、無言の時間がある。じっと見つめられる。彼女があなたといて無言の時間があったり、または自分をじっと見つめてくることって多くなっていませんか？その目はあなたに何かを訴えていませんか？でも怒っている感じではなく、何かを察してほしいような眼差しであなたを見つめていませんか？それは彼女が今告白してほしいなって告白のタイミングを待っているサインなんですよ。女性は相手のことが好きになったら好きの合図をたくさん送り続けます。無言でいることも一つのサインであることを理解しておきましょう。機嫌が悪かったり怒っている場合もありますが、彼女から出ているオーラで判断できるはず。何より彼女はあなたが告白したいように優しい雰囲気で待っているのです。そのような雰囲気を何度も感じたら間違いなく告白を待っているサイン。彼女のことが好きなら迷わずに告白しましょうね。5、他の男性をちらつかせる。あなたがなかなか行動に示してくれないとき、女性は他の男性の存在をちらつかせてくる場合があります。男性は獲物を狙って狩りをする、獲物を追いかけるという本能を持っています。ですから女性は男性の心理を考えて男性が嫉妬心を抱くような行動をとります。
例えば職場など大勢の中で女性はあなたの目の前であなた以外の男性に声をかけたり、仲良く笑って話をしたり、聞こえるようにこの後ご飯に行きましょうよって言ってみたり、またはあなたの視線を感じ取ったら他の男性に駆け寄って行ったりと、見ていて心配になるような行動をわざとしてあなたにやきもちを焼かせて、彼女はあなたがこの行動を見ていてどう思うかを試しているのです。もうそろそろ告白してくれないと他の男性に行っちゃうよとあなたを焦らせて、告白してくる日を待っているんですよ。嫉妬心をむき出しにしてもむしろ効果的なので、一気に愛の言葉を放ってくださいね。6. よく褒める。女性は好きな男性の外見や内面をすぐ褒めたりします。特に外見には女性がチェックしているのですぐに気づいてくれます。髪の毛切ったんだね、かっこいいよ。服の感じが変わったね、似合ってるよ。このブランド変えたんだ、センスいいよ。内面でも、この頃仕事で疲れたって言わなくなったね、頑張ってるんだねなど、私はあなたのことをいつも見ているよ、応援してますアピールですね。またあなたと話していたら、うんうんそうだね、そう思うよ、わかるとやたら共感してきたりします。あなたを認めながら彼女は自分のことも認めてほしい、あなたのそばにいたい、私の気持ちを分かってほしいなという心の表れなんですね。褒めてもらったら嬉しくなりますが、そう褒めちぎってくれる彼女の気持ちの狙いは何なのかを理解して、今度はあなたが彼女を受け入れ、お互いの関係をもう一歩前進させましょうね。7. LINE で表す脈ありのサイン。女性は好きな男性に告白してほしいサインをするとき、会っている以外に LINE でも告白してほしいサインをアピールしてきます。むしろ LINE の方があなたと合わないから、この LINE って俺のこと好きかって思わせるような告白してサインをバンバン送ってくるのです。いつも2人で会っているのに LINE の回数や内容も頻繁です。誘ってくれるのを待っているような LINE、 あなたと会っていた時の様子を振り返る、内容の終わりにハートマーク、もしくはいきなりハートマークやハートいっぱいスタンプを送ってくれたら、あなたに思いを寄せている証拠です。LINE を使いこなせていない男性なら、 LINE の嵐を少々めんどくさいと感じるかもしれませんが、けなげに LINE を送ってくれる彼女の気持ちを大切にして、次に会う約束が記念日になるような言葉をプレゼントしてみませんか。 8. 機嫌が悪くなる。あなたと一緒にいると彼女の機嫌が急に悪くなることってありませんか。例えば会話の途中から雰囲気がおかしくなってきたりとか、別にこれといって怒らせるようなことはしていないと思っているあなた、本当にそうなのでしょうか。彼女をずっとこのままの状態で待たせているのではありませんか。女性は好きな人からの告白をじっと待っている傾向があります。脈ありのサインも頻繁に送って、あなたが告白しやすいように準備してくれているのです。それでもあなたが何も反応を示さないでいると、彼女の心の中はいつも不安な気持ちを抱えるようになり、ちょっとしたことでも機嫌が悪くなるのです。友達なのか恋人なのか、このどっちつかずの関係がモヤモヤ感でいっぱいになり、早く何とかしてとなるわけです。あなたとの関係をはっきりさせたいのです。このような状態が続くようなら、あまり彼女を待たせてはいけません。まずは彼女の機嫌が治るようにデートする日を決めて、そこではっきりと大好きな気持ちを伝えてお付き合いしましょう。彼女はあなたのその言葉をずっと待っていますよ。いかがですか？思い当たる項目はあったでしょうか？今の2人の関係がベスト。男性と女性の恋愛に対する考えには違いがあります。女性は恋愛する上で安心感が必要なので、彼女の告白してほしいサインに気づいたらすぐに気持ちを伝えてくださいね。彼女の気が変わらないうちに早めの行動をお願いします。では今回の動画は以上になります。この動画を気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。